こんにちは、フレームチャンネルの岡田です。今回はですね、こちらピナレロの最新情報をちょっと探りにですね、展示会にやってまいりました。いやー、ほんとね、今回初公開の情報とかもガンガンあるということなので、中ちょっとチェックしに行きたいと思います。それでは早速行ってみましょう。さあ、会場入ってまいりました。早速ですが、このように看板がお出迎えですね。あ、早速見てください。ドグマが並んでます。ドグマが並んでます。憧れのバイク、ピナレロドグマ F ディスク、カーボンは T1100 ですね。で、今回はですね、新しいモデルが出たということで、ちょっとそれをチェックしに行きます。これね、情報公開解禁日2023年2月23日0時ということで、フレームがね、動画としてはおそらく最速だと思います。やったー。さあ、というわけで早速これがパッと見もうドグマ F なんですよ。パッと見ドグマ F でも、細かいところにいろいろ違いがあるそうです。見てください、これ。ほい、ピナレロコンペティション F、 これ9とね、ナンバリングがされております。で、そのナンバーがこれ9から、こっちは7ですね。で、パッと見はね、これカラー違いなんですけど、フレーム一緒だそうで、9と7フレームが一緒で、カーボンはこの T900 を使用しているそうです。何が違うのかというと、コンポーネントらしいですね、はい、で、それによって価格帯が変わってくるということです。そしてこちらがピナレロコンペティション F5ですね。これはさっき900だったカーボン素材が700になりました。で、パッと見のビジュアルはもう完全にドグマ、完全にドグマですよ。はい、金型とかはジオメトリとか若干違うそうなんですけれども、で、カーボン素材だったりパーツアッセンブルによって、その F シリーズの中でも5、7、9とナンバリングがされているということらしいですね。これがF7 ですね。従来のドグマ F との違いというのはどういったところで。はい、一番大きな違いは、シートクランプの部分ですね。シートクランプが、ドグマ F は後ろから押すタイプになってたんですけども、 F シリーズの場合は、フロント側から、押し込むようなスタイルになってます。なるほど。これは何が変わってこうなったんですかね。まあ、軽量化っていうのもありますし、扱いやすさという部分もあります、うん、なるほど。はい、で、シートポストに関して言えば、これは、ドグマ F と同じ形状のもの、はい、厚み形状も同じ形状のものを採用しています。あ、相変わらずこのソリッドな、すごいですね。そうですね。あ、すごい。で、あとシルエット的なところで、違いが出てくるのは、ここのダウンチューブの部分ですね、はい、F はここちょっとへこましてあるんですけども、あ、はい、F シリーズの方は、ここはストレートの、はい、なるほどなるほど、はい、これちょっと前くぼみが、ね、ありましたもんね。そうですね、F の方はくぼみがありますけどね、うん、なるほど。で、あと、まあ、メカニカルにも対応するように、ここのジャンクションの部分に関しては、F12 の、ジャンクションが組めるようになっています。ですから、メカニカルの、組み込みも可能な方法になっています。じゃあ、よく言えば汎用性が上がっていると。そうですね、はい、なるほどですね。こちらはドグマ F ですね。先ほどですね、メーカーの方から聞いたドグマその F のナンバリングシリーズとの違いとしては、まあ、カーボンの素材が、ナンバリングシリーズは5が700のカーボン、9と7が900のカーボン、それに対して、ドグマの F の方は1100カーボンということで、一番ハイグレードというかね、軽量で硬いものを使っています。ただし、その硬ければいいというものではないというのはね、皆さんご存知だと思うんですが、脚力だったり乗り方によっては数字の低い700や900のカーボンの方が合うケースっていうのもあったりしますということで、まあ、好みの方を、脚力や予算に合わせて好みの方を選んでくださいということでした。ナンバリングのフレームとの違いとして、形ですね。カーボンの素材の他にはこの、シフトポストの固定がですね、 F はこっち後ろについてるんですけど、それが前につきました。まあ、使いやすさと、軽量剛性力が上がっているということですね。そして、ボトルケージのこの切り込みですね、彫りっていうのが F の方が深くなっているそうです。
はい、でもう一つ若干この BB 周りのこの辺のエッジ感というのがですね、 F の方がこうエッジが効いているということですね。これ言われなきゃわかんねえよ言われなきゃわかんないレベルの違いでパッと見完全ドグマなんですよ。この新しい F シリーズにはですね、フレームにいわゆる従来だったら10とか12とかあったんですけど、ナンバリングがなく、この F のマーク、ロゴだけ入ってるそうです。実は今回もう一個目玉があります。それがこちらです。でん、いろいろ新シリーズ、新シリーズ出たよ。はい、これエンデュランスの X っていうモデルですね。先ほどのこちらの F がいわゆるコンペティション、もうピュアレーシングモデルなのに対しまして、こちらはですね、まあそのままエンデュランス、乗りやすくそして速いですね。いかに長距離や過酷な道っていうのを速く走るかっていうのを主眼に置かれたシリーズが登場しました。これもちょっと見ていきましょう。さあ、これがまさにピュアレの X、 その3ですね、 X3 です。カーボンとしては T600 のものが使われてます。パッと見で違いがわかる？一番目を引くのはここじゃないでしょうか。だいぶこう湾曲した感じのデザインになっていますが、やはり振動吸収性を高めているということです。でもほら、フォークなんかのアーチもちょっといわゆるピナレロらしいオンダフォークなんですが、若干アーチの角度が変わっているとかいう話ですね。でなおかつ、そのよりこのスタックハイトですね、ちょっとこのトップチューブのところがこう上がってまして、よりその前傾姿勢が若干マイルドな感じになって、長距離乗ってても辛くないですね。長距離を速く走るための造形になっているということです。 F のナンバリングシリーズと同様、シートポストはこちらの方で固定されるものになってまして、ポスト自体もですね、F12 のものかなですね、 F のものより若干厚めになっておりますということです。こちらもですね、今機械式と電動コンポとどちらも組めるような、構造になっております。ただしフル内装ですね、電動式はもう完全フル内装で、ワイヤー1本たりとも外出てません。いいですね、その機械式と電動式と選択肢があるっていうのは非常に僕としては嬉しいですよ。グラベルとはまた違うってことですよね。つまり全然違うってことですね。あくまでロードバイクのエンデュランスモデル。そうですね。ですから、もちろんグラベルに近い、使い方も可能は可能なんですけども、グラベルはグラベルで、グラベルレース用のグラベル F っていうのがありますので、はい、あれはもう本当にマウンドとか、これはもう本当にオールラウンドに使えますので、完成車のスペックでも 32C を使っていますので、はいはいはい、32C が標準、はい、へえ。なるほど、ね、ちょっと枯れたソルトとか、デランステートっていうのがあるんです。すげえ、これがエンデュランスモデルです。いやー、乗ってみたいな。今回の新作発表の X シリーズと F のナンバリングシリーズはフレーム販売は基本的には今のところないそうです。完成車のスペックだったりホイールのグレードで価格に違いがついているそうで、パールが入ってるんですかね、これは。あ、本当だ、ちょっとこうラメっぽい感じ見えるかな。見ないと、あ、見ないと分かんない。ちょっとね、ちょっとこの辺がキラキラしてるのがカメラ越しに見えるかな。はい、それもスペックの写真とかで絶対分かんないです。分かんないですね。やっぱカラーリングにもこだわりがあるんですね。そうですね、もともとハウスト自身は一番最初はペイントから仕事をし始めてますんで、ペイントだとかフレームのデザインとか一番彼こだわるところですね。なるほど、だからその形状にも最終的に手を加えてっていうことなんですね。30年代ずっと一緒にしてるピナレロのデザインを手掛けてるデザイナーさんがいてるんですよ。彼がまあベースのものを考えて、でそこからパルストがこう手直しを加えてやり取りしてこう作り上げていくみたいなことをずっともやってきてますので、メーカーの方からお伺いしたんですけど、ピナレロ社のこのドグマのデザインに関しましては、もちろんその最新のコンピューターで合成の計算とかはしてるんですけど、最終的にはデザイナーの人の手を加えてで完成としているそうですね。このまさにこの曲線美なんかもそうなんですけれども、そういった細部にまでですね、実際人間がこだわって作っているということで、この美しいフォルムが完成するそうです。いや、ピナレロの流線形の秘密に触れましたね。これはいい話を聞きました。さあ、というわけで今回ピナレロの展示会にお邪魔させていただきました。新シリーズもう目が離せないですね。そして
X シリーズ、こちらもエンディランスと、コンペティションで、ジャンルが分かれたということで、ピナレロの今後のブランド展開かなり動きがあるそうなので皆さん注目してください。ということでですね、今回はそのピナレロさんの最新情報をお届けさせていただきました。また他のね展示会のイベントの動画とかもありますので、おすすめ動画ぜひご覧ください。そしてよかったらねチャンネル登録もしておいていただけると、自転車業界の最新情報またお届けしてまいりますので、皆さんお楽しみに、今後期待ということで、さあそれではまた次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。